はい、こんにちは、メガリアです。今回はですね、今こちらにありますクラウド Wi-Fi さんですね、新しいルーターの機種が出たということでご紹介していきたいと思います。はい、ということで実際にですね、こちらに商品をお借りしております。ちょっとね、短期間なんですけど、実際のその新ルーターですね、お借りしております。はい、ということでこちらをですね、後で開封していきます。まずですね、どんな感じの商品なのかっていうのをね、クラウド Wi-Fi さんのサイトの方で見ていきたいと思います。はい、では早速ですね、クラウド Wi-Fi さんのサイトの方を見ていきたいと思います。今回ですね、新しく出た新端末というのがこちらですね。新品端末レンタルプランというところにあるんですけど、あ、ちなみにですね、こちら概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はですね、ぜひ見ていただいて、いいなと思ったらお申し込みいただければと思います。はい、ということで早速ですね、今回の商品見ていきます。前回ですね、ご紹介させていただいたのがこちらなんですけど、月額3380円と消費税なんですけど、今回ですね、もう見ていただいた通り分かりますよね。月額3150円と消費税でございます。はい、もうね、新しい方がお安いということでございます。特徴などありますのでね、早速見ていきたいと思います。こちらがですね、新しい端末の方でございます。月間 100GB まで使える最新機種の新品端末レンタルサービスということでね、もう新品端末と書かれておりますので、必ずね、新品が送られてくるかと思います。はい、当然ですね、海外利用 OK。 そして今回ですね、こちらがちょっとね、加わっているんですが、24ヶ月以上のご利用で解約金0円ということになっております。今ですね、5G の通信が広がってきてますけど、やはりね、あと2年ぐらいはまだね、普及されないと思われますので、どうしてもですね、家に固定回線を引きにくいという方はですね、 5G の方はまだ2年以上ねかかると見ていますのでね、ちょうどね、これが解約された頃に 5G の通信っていう感じでね、切り替えればいいのかなというイメージでございます。はい、今回のですね、ルーターなんですが、クラウドシムルーター U3 と書かれております。海外利用 OK の通信速度国内最大級の Wi-Fi ルーターということでございます。はい、見ていきますよ。どのキャリアよりもお得な理由ということで、月間 100GB まで使えます。1日何 GB、 3日で何 GB などの利用制限などなく、月間 100GB まで快適にご利用いただけますということで、コメ1書かれておりますが、 100GB を超えますと 128kbps の低速通信になります。これはですね、使い放題ということになっておりますが、 128kbps となるとちょっとね、遅くてね、まあ、とりあえず通信はできますよっていう状態でございます。はい、そして2番ですね、最大10台同時接続可能ということでね、友達などに接続させてあげてもね、喜ばれるかと思います。はい、そして3番ですね、シンプルな料金設定ということで、月額料金3150円と消費税ですね、こちらでご利用いただけます。はい、4番ですね、24ヶ月以上使えばいつでも解約金0円、期間を過ぎればいつでもご解約いただけますということでね、24ヶ月以上使う予定がある方はこちらね、ぜひお申し込みいただければと思います。そして5番ですね、海外利用 OK ということで、世界134カ国に対応ということで、出張旅行で海外利用時もこれ1台で OK ということでございます。こちらですね、使える国などの一覧がありますのでね、概要欄のリンクから見ていただければと思います。はい、そして6番ですね、最短即日発送ということで、すぐに使える申し込み後は最短即日発送となっております。そして特徴をですね、さらに詳しく見るということで、こちらからね、行くことができます。そして先ほどですね、米印こうついておりましたけど、注意事項が書かれておりますので、見ていただければと思います。ちょっとね、下行っちゃいましょうかね。はい、こちらがですね、今回の機種でございます。ニューデバイス最新機種ですね、国内海外どこでも Wi-Fi が使えるクラウドシムルータ U3 でございます。通信速度は下り最大 150Mbps、 上り速度は最大 50Mbps となっております。
そして先ほども出てきましたが、同時接続台数は10台。接続時間は12時間ですね。バッテリーが持ちます。そしてこちらですね、クラウド Wi-Fi とはと書かれております。SIM は、工事は、海外は、クラウドで OK、すぐにお届け、135カ国 OK というふうにね、こう書かれております。今までのクラウド SIM でないルーターですね、こういった感じで書かれております。従来使われている Wi-Fi ルーターは、端末に SIM カードを差し込むことで、インターネットを利用することができます。利用する場所の近くにある通信キャリアの電波塔から出ている電波をキャッチしてインターネット通信ができるわけです。そのため契約している SIM カードのキャリアのエリア圏外では通信ができませんとなっております。これがですねクラウド Wi-Fi になりますと、 Wi-Fi ルーターの利用場所に応じてクラウドサーバー上に存在する最適な SIM カード情報を自動適用させ、インターネット通信ができるクラウド SIM という新しい通信技術を利用しているのがクラウド Wi-Fi です。この新技術を利用することにより Wi-Fi ルーターに SIM カードを差し込まなくてもインターネットを利用できるのが特徴です。ちょっと時事邪魔ですけどね。複数のキャリアの中から最適な回線の電波を掴んで通信できるなどエリア圏外になりにくいという特徴があります。ちょっとね時事邪魔ですよね。はい、ということでメインの回線はソフトバンクなんですけど、ソフトバンク回線の通信が悪いところでは au やドコモの通信に切り替わるというものでございます。はい、ではもうちょっと下に行きましょう。料金プランですね。はい、必要なレンタル料がシンプルで分かりやすい。月額3150円と消費税でございます。はい、ただ一つですね、24ヶ月以上ご利用しないと解約金がかかってしまいます。ここですね、書いてありますが、24ヶ月以上のご利用で解約金0円でご解約いただけます。ご利用期間が24ヶ月未満でのご解約の場合、違約金として9500円と消費税ですね、解約時にお支払いいただきますということになります。先ほども言いましたが、2年以上使う予定がある方ですね、こちらぜひお申し込みいただければと思います。はい、そしてこちらですね、よくある質問とあります。気になることがねあるかと思いますので、一度目を通していただければと思います。はい、その他もですね、よくある質問ということでコーナーがありますので見ていただけたらと思います。こちらにはですね、ご利用の流れということで、お申し込みからご利用になるまでの契約の流れをご説明となっております。はい、電話でもお申し込みできるんですかね。こちらに電話をしていただくと、そしてウェブからのお申し込みはこちらからですね、24時間受付中となっております。はい、お支払い方法はクレジットカード、発送保証に関しましてということで書かれております。はい、それではですね、 U3 という機種ですね、詳細見ていきたいと思います。クラウドSIMルーター U3 ですね。こちら先ほどと同じですね、下り最大 150Mbps、 上り最大 50Mbps、 同時接続が10台、12時間のバッテリー持ちでございます。はい、スペック詳細はこのようにね書かれておりますので、一度目を通していただければと思います。まあ紹介はねこの程度でございますよ。はい、でお待たせしました。実際にですね、こちらの機種を開封していきたいと思います。まずですね、このようにサンクスカードが入っております。そして申し込みのね情報など書かれております。そして本体ですね、このように入っております。これね、はい、はい、こちらがですね本体でございます。ちょっとね先日の iPhone のような感じで入っておりますが、はい、あ、まあね、間違いなくね新品でございますよ。まだねこのなんすかシュリンクがされておりますのでね、私のとこ新品で来てくれました。そしてあとはですね、ご利用にあたってというねこちらの紙が入っております。はい、お届け時の同梱物についてなどね、このように書かれておりますので、一度ね目を通してから、はい、ご使用ねお願いします。いろいろですね、なくした時とかそんなようなことがね書いてあります。で、解約についてもね書かれております。やはりですね、24ヶ月未満でのご解約につきましては9500円と消費税と書かれておりますのでね、はい、一度ね到着しましたら、こちらの
紙ですね、見ていただければと思います。はい、でこちらの箱をですね早速開けていきたいと思います。箱自体はねかなり小さいですよ。はい、ではこちらですね開けていきます。いいですねこの新品、開ける時がねたまんないですよね。はい、ではね早速見ていきます。はい、このようになっております。こちらですねまずマニュアルが入っております。お、なんだこれ、お、シムピンがね入ってます。まあ今回ですねシムを入れるということはないんですけど、一応ですねシムピンが入っておりました。そしてはい、コネクターはね USB Type-C でございます。そしてこちらがね本体でございます。はいはい、ちょっとねなんかデザイン的には一昔前のスマホみたいなね、そんな感じでございますよ。サイズ的にもねスマホぐらいですかね。厚さは10ミリってなってたんでね、そんなにね分厚くないかと思います。本体はですねプラスチックでね軽いですよ。125g ですね。あとはですねデータ確認用のねこの QR コードで読んで、そこのサイトからチェックすることができるようでございます。あとはですね SSID とかパスワードが書かれております。こちらをですねスマホまたパソコンで設定してあげれば通信ができるというものでございます。はい、ということで早速ですねちょっと設定しまして、速度がねどれぐらい出るかチェックしてみたいと思います。はい、ということで早速ですね設定していくんですけど、まずね外観を見ていきたいと思います。こちらはですね電波や電池残量などありますのでね、こちらの4つのランプで見ることができます。そしてこちらにですね電源スイッチがあります。こちらはねリセットスイッチかな、まああまり使わないと思いますけど、ここでですね USB Type-C で充電します。そしてこちらがですねSIM を入れるところでございます。まあ今回ね使いませんけどね。はい、こちらね何にもありません。そして裏はですねこのようになっております。非常にね軽いですよね。では早速ですね電源を入れてみたいと思います。どれぐらいでね立ち上がるのか。はい、入りました。ちょっとね時間どれぐらいなのか、やはりね新型だから早いですかね。はい、立ち上がりました。こちらですねちょっとね新型なんで立ち上がる時間ですね期待したんですが、2分30秒ほどかかりました。やはりねクラウドSIMの特徴なんですかね、ちょっとね起動は遅いようでございます。じゃあ早速ですねこちらスマホと接続して速度をね測っていきたいと思います。はい、ではここですねソフトバンクに変更になっております。サーバーはねここを使っております。では早速ですねこれで速度を測ってみたいと思います。ということでダウンロードが 12.1Mbps、 アップロードが 1.27Mbps ということでございます。ちょっとねここ田舎なので速度がねそんなに出ないんですけど、もう一回ね行ってみたいと思います。はい、2回目が測定終わりました。ダウンロードが 12.7Mbps、 アップロードが 1.40Mbps ということでございます。やはりねちょっと田舎なのでね2回測ってもこれぐらいの速度でございました。これはですね使ってる時間帯や曜日によってまた変わってきますのでね、皆様使う場所によってですね全然変わってきますので、まあ田舎でねこれぐらい出るんだったら問題ないかなとは思いますけどね、 YouTube で動画を見るとか全然問題ないスピードなのでね、 12.7Mbps、 もうちょっとね都会の方に行けばもっともっとスピードは出るかと思いますのでね、皆様も実際に使ってみてね速度を測ってみていただければと思います。はい、ということで今回ですねこちらクラウド Wi-Fi さんの新ルーターですね、
クラウド SIM のルーターなんですけども、月額ですね、3150円と消費税ということでございます。24ヶ月以上使うと解約金がゼロになるということで、必ずね、2年以上使っていただければお得な商品だと思っております。かなりね、お安いですよね。他社さんですと 100GB 使えて4000円近かったりとかしますのでね、3150円と消費税、1ヶ月3500円かからないですけど、100GB まで使えるね、このルーターでございます。都会でしたらね、もっともっとスピードが出るかと思いますのでね、固定回線引くのをね、ためらう方、移動が多い方ですね、まああっち行ったりこっち行ったりでね、使いたいという方はですね、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。詳細はですね、概要欄のリンクから見ていただければと思いますのでね、ぜひ一度チェックしていただければと思います。そして今だったら初期費用500円引きということでクーポンいただいておりますので、ぜひそのクーポンコードですね、使っていただいてお申し込みをしていただければと思います。はい、ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。